ある村に角を生やした大男が現れました。村人は力持ちの大男をまれびとと呼び崇めました。しかし次第に恐れられ、ひどい目に遭ってからは人々を襲い始め、ついには鬼と呼ばれました。そこである若者が鬼に立ち向かいます。若者は黄金色の石をたくさん集め、キラキラと光り輝く不思議な刀を手に入れました。そして誰も倒せなかった鬼をその刀で斬りました。鬼を殺した若者はその刀を残し、強く生きるのです。強く。おお、もうかように大きくなったか。はい、どのような子が生まれてくるのやら。この未来は限りなく広がっておりますれば。私とあなたの間の子、どのような姿に育つのでしょうね。案ずるには及ばぬ。どのような姿になろうと、愛しい我が子よ。伸びた髪を櫛で漉いてあげる日が楽しみです。わしに似てしまうと、その間おとなしくしておれぬ子になるやもな。髭の生え方は親子で似るというが、
我が子もこんなむさいひげ面になるのかの。あら、私は好きですよ、あなたのおひげ。おの子であれば存分に鍛えてやらねば。気が早うございますよ。親としては傷一つなく健やかに育ってほしいものですが。なに、戦傷は武士の誉れよ。強く生きるのです、強く。Thank you.
Thank you.